今回はいなべ市内で高齢者の皆さんに憩いの場を提供している四季の家をご紹介します。代表の三上栄作さんに設立のきっかけをお伺いしました。社協さんのサロンリーダー会議の講座あるいはサポーター養成講座というのがありまして、それを皆さんで受けて、せっかくこうして受けたんだから何か私たちもできることはないか、ボランティアの皆さんと一緒に何かをやろうというのがきっかけです。平成23年の6月、これが第1回の藤原四季の家が始まりまして、順次北西、いなべ、大安と順次立ち上げていきました。この日、藤原四季の家では熱中症や認知症予防などのお話や歌、さらに体を使った遊びや熟語作りなどの脳トレが行われ、皆さんとても楽しいひとときを過ごしていました。とにかく来ていただいた方が楽しかったなと、今日は面白かったなと思ってもらえる雰囲気を作る。そしてまあ私がもう一番大切にしているのが、相手の話を目で心で聞くというような気持ちでやっております。今後について三上さんは、これからご年配の方がもうますます増えて、そういう方の行き場所というのがなかなか見つからないということで、私たちが少しでもそういう方の楽しめる居場所、笑える居場所が少しでもたくさんの方々に来ていただけるように、なんとか頑張っていきたいなと思っています。皆さんのお越しを心よりお待ちしております。来てください。